はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。スカーレットネクサスの続きをプレイしていきます。みんなとの絆エピソードが出てたやつは全部終わったんで、早速休んで次のフェーズに行きます。吹雪連隊長から連絡来たぜ。すぐにスメラギ寮へ向かってくれって。本部長が来てくれるらしい。兄貴が。そういえば兄貴って今どういう状況なんだ。まだ立場は本部長だけど、権限はほぼ移譲されてて、ほとんど表には出てきていないみたい。おそらく政府は全ての責任を押し付けて切り捨てるつもりなんでしょうね。本部長もそれを分かっているから手を貸してくれる気になったのかもしれません。協力してくれるのならそれでいいわ。急いで向かいましょう、スメラギ寮へ。兄さん、ようやく来たか。吹雪から概ね話は聞いた。スメラギ寮の内部に入りたいんだったな。ああ、クナドゲートを消滅させるためにスメラギ寮の中を確かめる必要があるんだ。そこにいるかもしれないカレンが解決の鍵を握っているはずだから。はずか。状況証拠の上に成り立った信憑性のない話だ。しかしお前たちはそれに賭けると言うんだな。いいだろう。お前が世界の危機を救ったとなればスメラギ家にとってもメリットになる話だ。そんな言い方。花火、協力してくれるなら今はそれでいいんだ。入り口のセキュリティは解除してある。クナドゲートを消してみせろ。トゲツの企みを止めたそうだな。仇をお前が取ったというわけか。私がやろうとしていた復讐をお前が。お母さんが亡くなった時のこと知ってたのか。私と父さんはいつか必ず渡月を潰すと誓った。こんな形だが結果的に叶えられたんだな。兄さん、早く行け。お前はお前のなすべきことをしろ。お前が選んだ道なんだからな。ありがとう兄さん。この先にヤクモスメラギが眠っているのね。それが過去に飛んだカレンなのかどうか、俺たちの考えが正しいのか確かめに行こう。
スメラギ寮の中ってこんな風になってたんだ。寮母って言うからもっと陰気臭いのかと思ってたけど、ヤクモ君もいいとこに祀られてるじゃねえの。地下に降りるには、そこの階段ずっと下まで続いてる。特に危険なものはないと思う。道は他になさそうだし、降りてみよう。ゲイト、カサネ、吹雪連隊長も気になるからそっちに行くって。なら合流した方がいいか。いえ、すぐには迎えそうにないから後から追いかけるそうよ。了解、私たちは先に進むわ。髪飾り汚れていないわよね。よし、じゃあ地下にどんどん降りていこうかね。サボれるのもありがたいが、私が必要なら遠慮は無用だよ。ああ、これはあれか、反対側からってことだな、多分。これどんどん降りていくのか。なんか飛び降りそうな気もするけどな。延々階段階段、ありえないめんどくささだぞ。なんなんだこの構造は、ゆいと。なんで俺に言うんだ。そりゃ君の家のものだからさ、リフトくらいつけてくれたまえよ。まったく、大きな鏡、綺麗。ただの明かり取りにしては意味深だな。ん？こっちかな？こっちだな。さすの超高速使用率。嵐ごめん。お疲れ。そのあたりがおそらく最下層だぜ。やれやれ、やっとか。どうやらこの先は一本道のようだね。ずっと奥に広い空間がある。そこがヤクモのいる部屋かも。あとはまっすぐ進むだけか。洞窟よけに迷宮にでもなってるんじゃないかって心配したぜ。油断するなよ。ここまで何もなかったからといってこの先も。何？今脳に何か。え？特に何も反応は。なんだ？おい、どうした？急に通知状態って。渡る！ダメだ、通信が。ここは周防の海抜軍本部なの。なんで急にこんなところに。もしかして転送能力か何かの罠があったのかも。まあまあ落ち着いて周りをよく見たまえよ。町の方も明らかに様子がおかしいようだ。この感覚なんとなく覚えがあるぞ。まさかブレインフィールドか。脳に干渉を感じましたし、その可能性はありますね。目的は侵入者を惑わせるためか、それとも。カイ！クロノスターミナルの時と似た展開ね。殲滅するわよ。オーケー、殲滅ね。あの怪異の売却、相当な高度です。念力を使って重量のあるもので攻撃するのが有効でしょう。オッケー。ガンガン攻めていこう。お、ハゲる音。俺がやる。まず一体。オッケー。お前も。
よしよしよし。強化の能力強いな、やっぱ。オッケー。ちょろいちょろい。オッケー、いい調子。これで全部か。この辺りの怪異は倒したようだな。しかし状況は変わらずか。遥かへ渡るとの通信も繋がらないわね。とりあえず、あら、兄さん。じゃーん、アリス一条、本日正式に配属されました。おめでとう、アリス。これでまたこの3人が揃ったな。隊の編成的に一緒の任務もありそうだよね。私も2人に負けないくらい大活躍するからね。新兵が張り切りすぎていきなり不始末を起こさなきゃいいがな。おや、この前上官命令に逆らったとかで始末書書かされた人がいたって聞いたけど。吹雪だって記念すべき始末書50回目だろ。こんな面白い話黙っていられるわけないじゃないか。カレンはセプテントリオン入り確実って言われてるのに、上官とのソリはなかなか合わないんだね。納得できない命令に従うつもりはない。カレンらしいね、そういうとこ。お、でもそれならカレンが海抜群のトップになればいいんじゃない。厄介事はごめんだ。俺より弱い奴の面倒なんか見てられるか。そういうことは全部吹雪がやればいい。そんな風に言って結局仲間の面倒を見るんだよな、カレンは。僕よりよっぽど面倒見がいいよ。むしろカレンの方がトップに向いてるんじゃないか。いや、実は狙ってるんだろう。隠すなよ。どの口が言う。お前こそ最初からトップ狙いだろうが。もうまた二人で張り合って。じゃあ2トップ体制にすれば解決ってことね。なるほど、それはいいね。今の編成から連帯制にして、あれとこれをこうして。吹雪、その薄気味悪い笑みはよせ。心配されなくてもよそではやってないよ。君ももっとオンとオフの使い分けをしたら楽なのに。裏も表もないのがカレンのいいところだもんね。まあなさすぎて始末書なのはどうかと思うけど。私たち何を見せられたの。吹雪連隊長とカレンよね。それからアリスおば様。そうか、君のおばに当たるんだったね。あの3人は幼なじみなんだ。ずいぶん懐かしい光景だったな。カレンのやつもそういえばああいう頭の色だった。今じゃすっかりルカとはかけ離れてしまったね。そうですね、あまり例のない現象なので兄さんの超能力が関係しているのかもしれません。今のはアリスさんが入隊した年のようでしたから20年以上前の出来事ということになりますね。ここがブレインフィールドに似た場所なら誰かの記憶や感情が場に影響を与えていてもおかしくはないわね。さっきの光景のことはよくわからないけど、まずはこの空間から抜け出すことを考えた方がいいよな。このままここにいても仕方ない。
とにかく先へ進んでみよう。はい、というわけで先へ進むことになったんだけど、こっちでいいのかな。この空間、先が全然見えない。すごく広いことだけは感じるけど。見覚えのある風景も混ざっているな。つながりはまるで無秩序のようだが。そういう空間ということみたいね。ここもどこか別の場所に繋がっているはずだ。教えましょうか。なるほどね。カレンのブレインフィールド内っていう可能性があるんだ。よいしょ。一気に攻めるんだ。出た、ヤン。火炎ヤンか。これでよし。こいつ苦手なんだよな。あ、間違えた。まだこれから。全員回復。回避していく。攻撃するのみ。あいだ、それは当たんのかい。もう一回つぐみ。よっしゃ、強化。いいね。オッケー。まだ出る？もう出ないね。オッケー。セーブポイントか。セーブしとこう。というわけで今回はここまでにしとこうかなと思います。いやー、これが彼のブレインフィールド内だったら相当力つけてるってことだよね。ラストが近いのかな。それも進んでいけばわかるか。チャンネル登録とグッドボタンの方をお願いします。次回の動画まで。またねー。